はい、鉄道模型工房のジジイです。今回もよろしくお願いします。今回からは内装を作っていくっていう作業に入っていきます。まずね、内装シールを作るんですが、準備っていうことで、まず製作した車体を、フラットベッドのスキャナーを使って、スキャンします。で、その時に、まずガイドになる定規を、置いていくっていうのが、ポイントになるかな。で、露出を、適正に行わさせるために、余白にあたる部分をこうして白紙で覆って、で、蓋したらあかんからね。蓋はできないんで、このままスキャンかけていきます。で、まずプレビューをします。で、プレビューをしたら、スキャンするエリアを指定して本スキャンに入るんですが、解像度は、600dpi ぐらいかな。あまりをこう、大きく、スキャニングすると、できた映像が大きくなりすぎて、これからの作業がすごく、重い、作業を強いられてしまうので、スキャンする、解像度っていうのは、600じゃなくて800ですね。僕は、800dpi で行ってます。この上の設定が 1200dpi やったかな。1200dpi とかになると、やっぱり画像ファイルが大きくなって、この後イラストレーターを使うんですけど、作業が重たくなってしまうんで、今度逆に粗いと、誤差が出てくるので、僕は 800dpi でいつもスキャンしてます。で、内装を作っていくので、図面を元に、内装の配置とか、寸法を出すんですが、その図面に合わせるために、こう、下側からもね、まあ、定規っていうか、ノギスで測ればいいんですけど、幅と長さっていうのが、均等に、まあ、実際のこの模型と、これからパソコンの画面で制作していく内装のシールっていうのが、誤差がないようにしないといけないので、まあ、そのためにああやって下側からスキャンかけます。で、僕は、アプリケーションにイラストレーターを使ってます。イラストレーターの標準の A4 サイズの横画面、横置きですよね。で、新規作成をしていって、で、先ほどスキャンした画像っていうのを取り込んでいきます。だいたい図面も合わせて、左右と下面から全部で4つの画像を取り込みました。まあ、図面はとりあえず今は、置いといて、枠外に置いとけばいいので。で、すべて、縦横を変えて、まあ、それぞれ、まあ、好みの位置でいいんで、配置していきます。この時ね、シフトキーを押しながらやると45度単位で回ってくれるので、まあ正確に90度に。まあ、これもイラストレーターの使い方になるんで、まあそこまで説明してると、もうなんかイラストレーター講座になってしまうんで、まあこの辺はもう、皆さんそれぞれ勉強していってくれたらいいかなと思います。ね、まあ、ご要望が高ければ、イラストレーターの講座っていうのもやっていってもいいかなと思うんですけど。で、まず、定規を入れてスキャンしているので、その定規でスキャンした、この取り込んだ画面の中の、サイズと、実際、まあ、例えばイラストレーターで 10mm×40mm っていうのが、印刷をした印刷物が、本当に正確に、10mm×40mm だったかな。
再現されるかどうかっていうことが、これから大事になってくるので、ここで構成をかけます。定規の、ごめんなさい、画面が拡大縮小激しいですけど、ここで、ちょっとこれ大きかったですね。15ミリやったら大きいですね。10ミリで作り直しますね。大きいよね。もう一度、100ミリ、100ミリかける、30ミリ。だから、10センチかける3センチの、箱を作って、それを定規にあてがいます。で、それで定規のところで同様に、この幅が、10センチであれば、まあ、100ミリであれば、一応、スキャンをして取り込んだ画像とイラストレーター上のサイズっていうのが、まあ、一致していることが、まあ、証明されるわけですよね。もしこれでずれていれば、この取り込んだ車体の、画像を拡大縮小して、この100ミリ、ね、10センチ、定規の、10センチと、そのイラストレーターで作ったこの今こうやってわざわざ示してますけど、この幅、10センチが合うように、取り込んだ画像を車体の画像っていうのを、拡大縮小してサイズを合わせます。で、今これは幅に対して構成をかけてます。まあ、今まで僕イラストレーターを使ってて、っていうかスキャナーもエプソンの GTX980 か。で、それで読み込んだ画像と、イラストレーター上の、サイズっていうのが、ほぼほぼ、全くドンピシャではないですけど、99% 以上かな。もうほぼ 100% に近いですけど、ほぼ一致しているので、まあ、構成をかけることは、あんましなくてもいいかなと思うんですけど、実際に苦労してね、内装シール作って印刷して、それを切り出して貼ろうかなと思ってずれてたら嫌じゃないですか。なので、めんどくさいですけど、内装シールを作るたびに、こうして構成はかけます。で、今、これは、高さに対して、構成をかけてます。これは幅、高さが30ミリなので、スキャンされた、定規の30ミリと、実際の、30ミリが一致してるかどうか。もうこれもね、本当に10分の何ミリかなぐらいしか違ってないので、まあ、ほぼ、スキャンした画像を、そのまま、テンプレートっていうのかな。テンプレートにして内装シールを、まあ、作っていっても問題ないだろうということが、まあ、これで、まず証明されたので、まあ、安心してってあれですけど、この先の作業に、まあ、進めていくことが、できることがわかります。だから、めんどくさいですけど、やっぱこれやってないと、実際の、車体と、で、それをスキャンした画像と、で、イラストレーターで作った、シールと、で、それを印刷、プリンターで印刷して仕上がったものっていうのが、一致してないとダメなので、まあ、この作業ってとっても大事かなと思ったんで、このためにわざわざ一本動画を作ってます。で、これは印刷をして、まあ、これ普通紙なんで、普通紙に印刷して、今度は実際にスキャンした定規と、印刷、プリントアウトした、定規が、スケールが同一であるかどうかっていう構成をかけてます。ほぼ一致ですね。ドンピシャですね。
まああっても100分の何ミリぐらいかな。測ってないですけど。はい。で、ここから、今度は、その図面ですよね。この図面っていうのは、まあ、いろんな雑誌に、載ってるかと思います。過去を検索すれば、ピクトリアルであったりとか、まあ、いろんな、客車の、本とかあるんで、それをスキャンして合わせていけばいいと思います。僕はこれは何かな、車両紙編纂会さんから出してるオハ35系の一族っていうものの、中にある、図面なんですけど、これを実際の、スキャンした車体の大きさに合わせていきます。で、合わせるときは、こうして、スキャンした画像データっていうのを、ロック。ね、ロックかけて、マウスでクリックしても動かないようにして、これちょっと左右逆ですけど、幅と高さと、幅と高さやね、この今の見た目では。で、それを合わせていきます。これ反転しますね。で、まあ、今までいろんな、まあ、車両紙編纂会さんが出してる、掲載してる、図面には、いろんな図面あるんですけど、客車好きかな。なんか、いろんな本もありますけど、ほぼ、青写真をそのままコピったものではないんちゃうかなと思います。だいたいずれてます。まあ、どういうものかちょっとわからないんですけど、まあ、元々の図面がこうなんかもしれません。ただ、ここに書かれてる数字っていうのは正確なんで、まあ、この数字を、もう、この数字も参考にしながら、これから内装を作っていくんですけど、まあまあ、大雑把なね、ものの配置っていうかね、サイズ感っていうかね、そういうのをまあ確認もしたいんで、こうして図面をスキャンして、実際に自分が作った模型とスケールを合わせます。まあ、模型を作られている段階で、まあ、どの図面を使っているかっていうのもわからないんです。まあ、わからないですし、で、やはり80分の1っていうスケールはそもそもデフォルトをされてるので、多分、多少のデフォルトはあるかなと思います。マルネ41も40もそうなんですけど、だいたいぴったりいかないんで、まあもうその辺は、雰囲気ですね。どこを重視するかで、これから作っていく上で決めていけばいいと思うんで、まあ、とりあえず、まあ、まあ、心づもりですよね。で、まあ、どんな風な感じになるかっていうのを確認だけ、するために、こうして図面を、図面と模型を、照らし合わせて、まあ、どんだけ違いがあるかっていうのを、まあ、ここで確認をします。で、今度は、図面を固定をし、まあ、だいたいスケールがあったんで、その、下から見て、下からスキャンした、下側をスキャンした映像に合わせて、側面ですよね。の窓配置っていうのが、それに対して、どれだけ違いがあるかっていうのを確認するために、今度は図面をロックをして、で、スキャンした画像の透明度を下げて当てがってみます。これちょっと左右というか、左右はちょっと違うんで、まあ、この後気はつきますけど。決してこの段階、先ほど、定規を当てがって確認をして、で、スケールが正しいことがもう証明されてるんで、このスキャンした車体の
画像っていうのの、あ、画像というものの拡大縮小はもうこれは一切しない。してはいけない。作業になるんで、そこはもう触らないように。あくまでも、もうこの画像っていうのは、固定、スケールは固定で、図面と合わせて確認します。で、大体、もう僕、性格細かいんで、こうしてぴったり合わせて、どんだけ図面と、ものがずれてるのかっていうのを、確認して、まあ、図面がおかしい、まあ、図面がおかしいって言ったら、図面が不正確でやるっていう、図面の線ですよね。数字は正確ですけど、線が、不正確であることの確認だけ、ここで今してます。やっぱりね、こうして微妙にずれてますよね。本当にわずかであれば、その辺は、まあ、誤差として飲み込めるんですけど、大幅に違うことはまあないと思います。で、こうしてきっちりと合わせてみて、で、窓配置に、部分的にずれてくるんですよね。これいつもそうなんですけどね。ぴったりいったことはないです。ずれてるでしょ。このスキャンした画像っていうのは、表側から見た映像になるんですけれども、実際の内装に使うシールっていうのは裏側に貼るので、スキャンした画像を反転します。右と左ともそ、両方とも反転して、で、まあこれもっぺん回転して元に戻して、で、これが、実際のこれからのテンプレートになります。ただスキャンした画像っていうのは、まあスキャンするときに丁寧にスキャンすれば平行は出ているんですけど、やっぱり何ぼかな誤差があると思うんで、きっちりと今度は平行を出すためにイラストレーターでちょっと大きな箱を作って、で、この線をガイドに、角度の調整っていうか、角度の構成を、今からこれすぐしている作業です。これを、まあ、どこでもいいかと思うんですけど、まあ、クイーターの、裾のところでやってもええし、ヘッダーで、ね、ウィンドシールとかヘッダーでやってもええし、雨どいでやってもええし、で、僕の場合は、今回は、コントラストがはっきりしているので、雨どいを、基準に回転の誤差を修正することにしてます。で、まあ、何回もね、こうして確認をして、回転の誤差がないことを、チェックします。でないと、これからね、これがテンプレートになるわけなんで、ここは、きっちりと、何回も拡大して確認して、誤差というか、平行っていうかな、水平やね、水平であることを、これ確認してます。これは、右左の2枚の画像両方ともに、同じ作業をします。で、雨どいで僕は調整したんですけども、それが、窓枠のとこでも、正確に水平になってるか、もう一度これでチェックをかけてます。で、これをまた反対側も同じように作業をして、テンプレートの元となる画像の、画像がこれで出来上がるわけですよね。出来上がることになります。こうして、合わせてみて反対側で、やっぱりちょっと、ほんの少し、0. 何度ぐらいなんですけどね。やっぱ誤差があるので、これで、実際に回転をさせて、この誤差を修正をしていきます。これね、回転の中心を変えてます。これも好みなんですけどね。あっちを足せばこっちが足らずになりやすいんで、それはもう、
イラストレーターの、何回も使って経験していけば、まあ、この辺は、慣れてくるかなと思います。で、ちょっとまだずれましたよね。これで、少しだけ修正をして、真ん中で、きっちりと出しておけば、端を少し角度を変えても、反対側が今度ずれてっていうことが、まあ、ないと思うんで、まあ、その辺はまあイラストレーターの使い方なんで、まあ、それはもう他の方のイラストレーター講座が、なんかの YouTube を探していただいて、まあ、ご自身でまあ勉強してもらってもいいかなとは思います。で、これで水平が出ましたんで、これをテンプレートに、次回からは、実際に内装のシールを作っていく作業のご紹介をさせていただこうかなと思っています。はい、今回もね、まあ、なんとか、まあ、20分ちょっとぐらいで、ビデオをまとめることが、まあ、できました。本来はね、まあ、内装シール制作過程を全部この20分という枠で収めようかなとも思ったんですけど、撮った映像自身がもう2時間を超える映像になってるんで、まあ、到底これを20分にまとめて、まあ、まとめれないこともないですけど、まとめてしまうと、多分何をやってんのか、何を伝えたいのかわからんビデオになってしまう、しまいそうやったので、まあ、今回は、内装シールを作るにあたっての、まあ、準備編ということで、まあ、これ一番大事なとこなので、ここだけ、別に映像を作らせていただきました。はい。今回もね、まあ、長い間ご視聴いただいて本当にありがとうございました。次回もね、本格的にこれから内装のシール制作に入っていきますので、そちらの方もぜひ楽しみに、これからもよろしくお願いいたします。今日も本当にありがとうございました。